令和5年、司法書士試験、合格に達しなかった方へ。動画の視聴ありがとうございます。レックス委員会講師の根本です。こちらの動画を見られている方は、おそらく行ったんじゃないかと思ったけど、ダメだった。多分ダメだろうなって思ったけど、案の定ダメだったと。 そういいった方だと思います私自身があの受験回数、まあ、3回で終わったんですがそれでも両方の経験をしています多分ダメだろうなって思ってダメだったっていうこともありますしこれは言ったはずだって思ってダメだったってこともありましたちょっとでもなんかアドバイスができればと思い今動画を撮っております まず、後者のケース、いけるだろうなって思って、だめだったという方、正直、ここから1か月、2か月は何も手につかないです。何かをやったとしても、ああ、あれがまずかった、ああ、こうすればよかった、ここでもうちょっと時間を使えばよかった、あそこに時間圏内がよかった、よかったと。ずっと後悔しきりです。 逆にそうなったとしてもご自身を責めないでくださいそれが至って普通のことです一方多分ダメだろうなって思ってダメだったって方今学習は順調でしょうかもう順調にいってるんであればそんなにいきましょうでそうでなければ もうできるだけ早めに学習を再開してください。まあこれちょっと大前提にしましてちょっと皆さんにまあ共通するまあアドバイスというか何か足しになればと思いましていくつかご助言をしたいと思います。まず詳細をやっぱり見ましょう自分の点数。 まず成績通知が来ます。で、その成績通知を見て、多分特に均一だと思うんですよ。均一が何点だったのか、どれぐらいだったのか見ましょう。そしてできるだけ開示請求もしてください。自分は書いたのに、なんでこんだけ点数が低いんだと。毎年そういったご相談を受けます。で、開示請求をした後ね、 これ、まあ、2人に1人とは言いません、結構の多くの数が、自分が思ったところ以外で結構間違えてますと、書いたと思ったら書いてませんでした、添付書類、全然記号が違いましたと、思っていたことと結構違うことって多いんです、これなら仕方ないと、こう思えると、やっぱその後変わるんですよね。 私の時って、この開示請求がなかったんです。で、2回目落ちた時っていうのは、期日以外理由がなかったんですよ。今でも自分は何で落ちたか分かんないんです。何で落ちたか分からないから、なか納得できないんですよ。だから勉強もはかどんないんです。できれば、その開示請求をして、何でダメだったかというのを見てください。ただ、もちろん、これをやることによって、 あの傷口が広がってしまうとって思う方は無理にはやらないでくださいその上で今後の学習計画を立てるか立てる準備をしませんか方法論として一つ目は私が10月15日の方にガイダンスを行いますでこちらの方で見ながらあここっから もう半年ちょっとこういう方に行こうと何かをね足しになれば幸いですまた当日はバックアップ試験もありますもうとりあえずこれで受けてその間ね待ってる時で構いませんこちらのガイダンスを聞いてでそのでバックアップ試験の結果を聞いてくださいまた各講師に個別相談できる機会を設けています 来校電話できるようにしています私の方は池袋本校でこの日程で行っております森山講師渋谷駅前本校で来校電話で受けた受けまってます赤松講師梅田駅前本校で来校電話で受け止まってますぜひこういうのを使って 自分、このことどうやって勉強すればいいかとといった相談をぜひしてください。事前の電話連絡、電話予約等がいると思いますので、そのあたりは、レ e クのホームページ等で確認をしてください。そして、ちょっとした目標を立てませんか ?3 月とかではなく、結構近いところで。 レックでは毎年実力診断模試クリスマスに模試をやっております当練が始まる前年内のところで今の自分の位置を見ていませんかこちらですが本試験と同じぐらい全く同じ時間帯で同じ問数で実施いたします そして、模試なんですから、当然に成績処理がされます。成績処理、具体的には、受験生が何人ぐらいいて、あなたの位置がこのあたりだよといった客観的な数値が当然ですが、模試ですから出てきます。で、それを見て、あ、自分2ヶ月ぐらい休んでたけど、こんぐらいまでいるんだなと。全受験生で、あ、ここまでの落ち込みで済んでるんだな とか意外と上の方にいるなとっていうのをぜひこの模試の方で確認してくださいこちら受けやすくなるようにお値段の方はかなり安めの設定になっておりますはいで日程としてはこちらの方会場事件は2324 自宅事件の場合は締め切りが20日までとなっております。こういうものを受けて、今の自分の位置を確認するってこともやってみてください。こちらの動画は以上になります。本当にここから1ヶ月ちょっとはそうね勉強にならないと思ってください。何も手につかないと思ってください。そしてそれが悪いとは絶対思わないでください。 こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。